不労所得とか権利収入に興味ある方からご相談ですね。この方もいずれは海外移住したいと。で、安定して収入を得る、堅実に稼ぐ、在宅でできるものなんでしょうかということなんですけども、僕はですね、安定して収入を得るためにはですね、ストック型の、収入、フローではなくストック型の収入、ビジネスというのを、構築することをお勧めしています。時間がある程度かかるんですけども、よく例えられるのは権利収入とか不労所得の例えでもよくあるんですけども、パイプラインを作るということですね。水道管をつなげるということですね。つなげるまではですね、水は通らないですし、全然報酬は発生しないんですよね。で、ただですね、一回つながってしまえばずっと水が流れ続ける、要は報酬が入り続けるというですね、このストック型というのを選ぶことが後々時間とお金の自由を手に入れるために必要かなというふうに思います。これをですね、ブログとかウェブメディアでやれるようにしているのが僕の個別コンサルになります。安定した収入を得て